はい、えー、こんばんは、どうも、ミッドナイトイーグル、鳥のはじめです。こんばんは。えー、今回はですね、うーん、場所、県名は出していいということなので、えー、出します。えー、兵庫。兵庫ですね。えー、その場所。そこまでですね、出せる、情報としては、えー、 もう一つ出せる情報としては、そうですね。えー、かなり小さい町。山間部の小さな町。まあ、このぐらいにしていきましょう。はい。許可はね、これ以上多分降りないと思いますので。そこで何かがあったんですよ。何かがあったというか何かを見たんですよね。えー、そのリスナーさん、鳥さんの、えっ、ー、と、一つ下、五、三35歳。 えー、トリ鳥さんとね、あの、東京でオフ会とかねした、ね、仲いいリスナーさんなんですけれども、そのリスナーさんがそのオフ会の時に、妙なことを言ってたんですよね。ユーマを見た。ユーマえなになんだなんだシーサーペントでも見たかなんだ、おちょくってたんですよ、いつものように。ね。 まあ、どうやら結構ガチめの話らしくて、それは神様なのか何かなんていう話をあの人はしてましたけど、今回、まじまじとその人から連絡があって、それを聞く、あれになったんですよね。えっと、その人、えー、高校に出るまでは、そこの町にいたんですよね。まあ、その自分、学校行って帰ってきての繰り返しですよね。休みの日、 えー、ちょうど夏、夏休みに入ったあたりの話なんですけれども、やることがなくて友達と、まあね、遊んでゲームですよね。うん。ゲームをずーっとして、で、結局飽きちゃうんですよ。毎日のようにそれが夏休みだからね、あの、エンドレスエイトみたいな、ね、あの、鈴宮春日の憂鬱みたいなエンドレスエイトですよ。毎日同じような繰り返し。ずーっとそれをやって、つまんなくなっちゃった。 そしたら外に出るんですよ。チャリンコ歩きで、その辺ね、ふら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 して。まあ、ただただ暑いだけで。あ、そうだって、っ川で泳ごうぜ。そういう話になった。その川っていうのが、まあ、上、ずっと小さい沢なんですよね。沢からだん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 ,だん、あのー、太くなってて、小川になって。 そこからまあ多分その本流に当たるんでしょうね。その小川の部分に縁があるんですよ。縁っていうね。ちょっと池じゃないんですけど、ちょっと溜まり場になってる、その小川の深い場所。こっちの方にも秩父にもありますけれども、ちょっと手前がくるぶし、うーん、すねぐらいかなと思ったら水深が一気に15メートルになる、あの縁があるんですよ。そこにも怖い話がありますのでね、また後日ね、あのお話しますけれども。 そこの小川から流れるその淵のところで変なものを見た。これがもうね、ちょっと長くなりましたけどね、本題なんですよ。そこに友達とまあ、泳ぎ行った。水遊びに行ったわけです。その人、そこで、まあ、いつものように遊んでる。バチャ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 。私前にはね、あの、海水パンツ持ってきたから、つって。えっ、ー、と、まあ、着替えて、 ま、肩まで沈むどころか潜れるぐらいの深い場所だと。しばらくすると、もう一人、二人で遊んでたんですよね。なんか見えた。何何見えたって。お前見えなかったうん。 あ、あそこの縁のさ、って、上からちょろーって水垂れてきてるじゃんって。滝じゃないけれども。まあそこは縁になってるわけで、上から少し小さな滝みたいになってるんですよね。シャバ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 な、そこの縁に流れ込んでてる。え、あれ何何見たど、二人ともなんか君はらがっちゃって、まあ、そ陸地の方に上がるわけですよ。何、何、何 二人で何言って何じゃないお前前見たんだろうあそこの今人いなかったえどこにいや,いや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 俺もわからないとあそこの淵ってあの何今俺が泳いでたとこだよねまあ結構うるたえるんですようん 何が見えたのか、そこで詳しく聞いてみると、どうやらその縁、二人で泳いでたら向こう側の縁、へそから、あのー、上の人が、こっち見たって言うんすよね。水面からニョキって生えてるように。それが女性の形をしてた。えお前何言ってるのいやー。 自分でも分かんないけど、お前暑さでいい暑さでまあ、頭やられたかそういう話になったって言うんですよ。そこはね、笑いながらやっててもう、本当に見てないよな。めっちゃ気にするって言うんですよね。ないって、そう見えるんじゃないの岩とかが。それで話は終わって。しばらくまた遊んでたら、そのうちにも、うわー一人が悲鳴あげる。なんだなんだ 周り見てもいない。もう一人はもう、もう必死になって、その岸の方に泳いでいく。で、怖くなってまたもう泳いでいく。なんだよいや、今見えた。同じこと聞くって言うんですよ。見えたって何女の人でもいたかって。上半身裸の女の人が、水面より、さっき水面見え、水面に見えてたはずの女の人が水中に見えた。 何言ってるのいや、わからない。は、もう俺入りたくない、ここ。あ。え今、見えたんだよな。見えたよ。何なん何言ってる、お前。ってビビらせてんかもう二人で怖くなっちゃって、どうしよう、どうしようって間に、もう帰るんですよね、その後。で、家帰って、 まあ、その当時、ね、あのですね、まあ、プレステ2ですかとかのゲームですかね。そこまで詳しくごめんなさい。俺の同い年ぐらいなんでね。あの、なんかゲームやってたんでしょうね。俺はちょっともう、あそこの淵に行きたくないな。夏の川遊びに行きたくないな。夕飯ね、ができたって。俺んちで夕飯食ってくなんて、ああ、いいの そういう話で、まあ、ご飯を食べるんですけど、その時に、あのー、お父さんがね、いや、最近はな、街の方行かねえんか、と。うーん、いつもここで、ね、あの、遊んでるよってゲームして、つっと行って、ね、今日のあの淵行ってきたんだよな、っていう話して、そう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 って、で、変なもん見たんすよって、そのね、友達が言ったん。お父さんが、何見た 何見たって、まあ、ちょっと説明つかないお化けみたいなものを見たんですけど、それってどういう姿してたお父さんが必要に聞くんですよね。あまあ、上半身裸の、あの女の人が、最初、へそから上ぐらい、水面に出てて、その次見たら、あの水中に見えた。あ、お母さんも、お父さんと目を、 こう合わすって言うんですよ。なんか目でそのコンタクトしてるような感じだと思うんですけれども。ダメだあそこ行っちゃう。こう言うんですよね。え、ダメだあそこ行っちゃってなんで。あれはあの、あれだよ。昔からいるそういうお化け海、あの、海、妖怪みたいなそういう類のものだよ。結構真剣に言うって言うんですよ。 笑い話ですよね、普通に聞いたら。ダメだ、まの、そこ行っちゃダメだって。怒られたって言うんですよ。行かなきゃいいのに、また後日行くんですよ、その二人。何やってんだよって鳥が言ったんですけど、そっちの方が鳥は面白くていいですけどね、聞いてる自分ではね。そこに行ったら、なんか、その、な、なんて言うんですかね、 ちょっと言い方が難しいんですけれども、その縁、上から見ると、まあ下が結構透き通ってそこまで見えるって言うんですよ。深いんですよね。そこに、白い鯉がいたっていうんですよ。二人で見た。それは。あんなんいたっけいや、上から今日初めて見たしな、いたんじゃない二人でまたそこを降りてって、その縁、ね、ゴーグルなんかつけて、 潜るんですよね。潜ると、その鯉が、奥の、なんか穴みたいなところ、な、まあ、穴っていうか、その、ちょっと、くぼみみたいなところなんですかね、に入ってっちゃった。で、見えなくなっちゃって、その時ゾッとしたって言うんですよね。水の中に、ヤシロがある。初めて気づいた。神社みたいな小さい祠みたいなものがあるって言うんですよ。 その人はもうすぐにあのー、リスナーさんは気づいて上がってきて、もうすぐ陸地に着いて、もう一人もすぐ後を追ってきて、見た。う,うえー、あんなあったん気づかなかったな、この前また帰るんですよ。家帰って、もうゲームを何もしない。おかんに、お、まあ、あそこでそういう、ヤシロ、そういうものを見た。 って言ったら、ああ、そう、友人様がいるからね。お父さんもこの前言ってたでしょ。あ,あまた入ったのまあ、そこで怒られるんですよね。俺、もう、あれからあそこ行きたくないんですよ。この話はこれで終わりなんですけれども、今となっては、まあ、鳥さんが夏に潜るじゃないですか。うん、潜るね。 あそこ、来ます未だに多分あれありますよ。え、その女の人は竜人様っていう話なのの、そういう感じですけどね、みたいな話をしてました。実際に自分たちはもうあそこは絶対に行かない。なんだったら、えっ、ー、と、スカイプ、えっ、ー、と、LINE の方でその友達も呼べますけど、って言われて、実際に呼んでくれたんですよね。 なすいません、ではじめまして、つって、こういう、これこれ、こういう活動しているものです。こう言ったら、ああ、はい、あのー、紹介してもらってた、あのー、見せてもらいました、あの、こういう活動しているのを見、見ましたっていう。それを聞いた時に、え、ガチなんですかって言ったら、いやもう無理っすね。地元にもう、あの、戻った時にはあそこに行きません。同じこと言ってるんですよ、二人とも。はあ、これが、どういうものを見たのか。 最終的に分かったのは、その女性のね、あの胸がとてつもなく綺麗な整ったね、巨乳だったっていうことは分かったんですけれども、二人、二人とも同じこと言ってたんでね、お前らは何を見てるんだと。お前怖くて逃げ帰ってきたんじゃねえのかなんてね、あの、なぜか鳥が怒ってましたけどね。まあ、まんざらでもない鳥ではありましたけれども。まあ、そういう場所があった。未だにその場所はあるって言ってました。 もし、えー、こっちに来る場合、打ち止まってっていいんで、そこを水中カメラ取り持ってるんで、それで取ればまだあの、祠らはあると思います。その奥に、えっ、ー、と、ほ穴とまで言え、まあ、奥までは見えてないんで、小さい穴みたいなものがあって、そこに白い鯉が入ってったのを二人とも見た。ね、こんなことを言ってましたね。これをどう捉えるか、その女の人、 えー、まずそこを竜神様、神様がいるっていう手の話を前提として、その女の人は、えー、その竜神様なのか何なのかっていう、その姿として女の人、女性の方っていうことでね、で、水難事故とかそういうことがあったかっていうのを聞いたんですけど、一切ない。昔からいるけど、一切ない。うーん、そうか。 であれば、龍神様が出てきて、なんか悪いことも何もなかったんでしょそれ何もないですって。っなんだったら、その後就職とか、ねええっと、今の会社に、まあ、受かって、って。なんだったら、ねえ、うまくいってる方、むしろよか、よ、いい方に向いてるって。おおじゃあいいじゃん。じゃあ、どれも行こうからそこ、なんていう話をしてました。 怖い話というか、そういう、貴重なんですよね。人の形をしたちゃんとしたものを見て、でも怖がるんですけれども、ちゃんと死にできた。えちゃんといい形をしたサイズのおっぱいが見えたと、こんなお話をね、聞きました。超生きてえ。えー。 今回、ちょっとね、あの、<laughs> 都市伝説的な意味で聞いてください。それがどうなのかは自分たちで、ちょっとあの、皆さんでね、あの、考えてみてください。ちょっと鳥も、えーと思った話なんですけど。まあ、都市伝説で、杉沢村とかわかりますかね。えー、はたまた、じゃあ、犬なき村、ねえ、 まあいろいろそういう話あるじゃないですか。うーん。この先、日本国憲法を通じずみたいな。そういう話、埼玉心霊スポットとかで調べると、ある場所、あるサイトに、えー、ちょっとね、ああ、これはあんま詳しく言いませんけど、まあ、ちょっと霊能力者、まあ、うんぬんかんぬんが、まあ、飛べてる、それを収めてる、集落。 村、町なのかなっていうのがある。まあそういうのは基本撮影で行こうとは思わないんですよね。えー、そこに行った人物が現れまして、9月の6日、ですね。今日。ちょっとね、どうしようかなと思ったんですよ。で、この話を、 ま、即座に今まとめてるんですけれども、まとめてこれで話してるんですけれども、雑談部分、こういう部分はどうにでもなるんですよね。その人の言った、言ったこと、えー、そのところに訪れた場所のこと、とりあえずは前調べたことがありまして、まあ、こと細かなんですよね。うーん。じゃあ今回これ話にしましょうか。っていうことで、えー、今回この話ですね。 ええー、まあ、そういう突然説として探している場所っていうのは、鳥さんも結構な数あるんですよ。裏でね、ちょっとあの、お話をいただいて、ちょっとここの場所はここだよ、みたいなのもありますけれども、この、ええー、村、町というかっていうのは、しばらくの間何一つ情報がなくて、今回来た情報、そこに行った人、そこは何があったのかな、 って鳥さん聞いたら、えー、神社がありまして、はい、はいはいはいって、神社の奥に黒い犬のシールなんですかね、お札みたいなものが貼ってあったんですよ。ああ、ちょっとあまりごめんなさい、詳しくは場所名は言いませんけど、ね、多分そのうちバレると思いますけど、そこってさ、あのー、俺もちょっと、あのー、調べたんだけれども、え、これこれこういう場所 って言ったらえ、そうです」だよねあそこってあの大宮寺のあれでしょうそうですねで埼玉だとあそこって知ってる人いるんかないやわかんないっすスレッド掲示板のスレッドで見たので来たら本当にあってとりもそこ行ったんだよってそこって大隠居っていう話ない大陰居 昔、大きな、イノシシがいたんですよね。それを討伐して、本当にいて。もう一つ、なんちゃらかんちゃらっていうでっかいヘビいなかった。そこです。ああ、そうなんだ、あそこなんだっていうこういう話になって。ちょっとワクワクしちゃって。別にこの場所バレてもいいんですけど。まあ、あのー、なんだろう。調べる人は多分、調べてそこの場所知ってると思うんですけれども、 そこの場所にいて変な体験して、その神社、その神社の上にお墓があったって言うんですよね。そのお墓っていうのが、まあ、今みたいなお墓じゃなく、えー、なんだろう、う四角い墓石とかそうじゃなく、もう、古いもんなんだろうこれっていうような石が置いてあるだけで変な名前が書いてあったって言うんですけど、名前は伏せますけど、 まあ、とある名前が書いてあって、その名前、えー、あるみよ字ですね、がずらーって並んでて、え、それは何なのってって、わかんないんですよ。一時期、ちょっとツイッターである、大騒ぎになったじゃないですか。ああ、なったね。あそこの上でしょはい。ああ。あそこのさ、上のところって、そうやって結構、 竹林というか、林の中入っていかないああ、入ってきます。あそこの上さらに行ったのこう聞いたら行きますと。一応、あの辺はね、あのー、有名な場所でやって、まあそういう噂もあの辺中にあるじゃないあ、はあ。ね、廃墟群もいっぱいあるよね。 ああ、なるほど、なるほど、なるほど。え、その場所っていうのはそこで確かなの確かというか、調べた限りではもう埼玉だとこの場所以外だとちょっとわかんないんですよね。だから都市伝説として調べてて、ここに行き当たったんで、うーん、なんか、 鳥もそこで変なもんを見たとか、そういう変なものを聞いた、音を聞いたとか、変な話を聞いたとか、そういうのはある。結構あるからさ、えー。ありがたいね、そういう話題は。そんな怖い話とか、そういう怪談とかではなくても、そういう情報、状況報告っていうのは、これは、えっ、ー、と、YouTube の方に出しても大丈夫大丈夫です。じゃあ、一つ聞いていい そこのさ、その場所。その場所の、あのー、上にね、有名な、なんかいっぱい森があるでしょありますね。で鳥さんはそこ行ってましたよねって行きましたねって、YouTuber はみんな行ってますよねって、そうだね。あっちの方は行かないのって聞いたら、 あっち、言うて、そういうお化けの情報しかないじゃないですか。だ、からそりゃそうだ。今回自分はそういう、この都市伝説のそういうのを追ってここに来たんで、これが定くかどうかっていうのは自分はわかりませんって。まあ、正確な答えだと。素晴らしい。え、オフ会来る って聞いたら、いいんですかって言と、全然あの、ちょっと今コロナのねあ,あ,いうあれんだからって、今宣言はねあの抜けだからね、ってなんかやるときちょっと呼ぶからちょっと詳しく、もうもうちょっと詳しく聞いて聞かせてもらっていいかな <noise> オーケーですとラーメンを深いしようかまあこの話をなんで出したか出したかっていうと、その場所はもう心霊スポットに載ってるってさっき言ったじゃないですかあそこの場所 心霊スポットの手では多分 YouTube に出しても出さ、そういうの、その手で出さないと思うんですよ。でも、あまりに気持ち悪い、えー、と、書き込み、えー、心霊スポットサイトの、あのー、情報なんですよね。まあ、ある村、町をその恩苗字みたいなものが飛べてる。あね、そういう、収めてる。で、そこには何人たりでも入れないって、入ったら帰れないみたいな、そういう都市伝説みたいな噂。 ただただそれが話が広がってそういう掲示板とかそういう風にあの、書かれちゃったってだけなんですけれども、そんな、ね、えぇ、ちぶこのつり釣橋とかね、稲川淳二さんが言ってたいちぶのつり橋、そうですね、は、えた、ー、畑トンネルって書いてはトン、旧吹き上げトンネルとか、侍トンネルとか、いろいろありますけどね、そういうのには属さない、なんかよくわからない場所、 謎な場所っていう手でずーっと目はつけてて、いろいろ自分でもね、あの、調べてて、そこに行くことはないかなと思った時にこういう話が来てて。えー、この場所、昔から大だらぼっちの、デイだらぼっちの話があるんですよ。なおかつ、少ーし上に行くと、南号地って言われてる、 そうですね。とあるジブリアニメの森って言われてる場所があるんですよね。なんだったら、何年か前、えー、そのツイートした日に鳥もニコニコ生放送で配信してそこを探しましたけど、結局デマだったんですけどね。えー、歌声が聞こえる。祭り囃が聞こえる。そういうデマ情報が流れて、 ユーチューバー、えー、ね、ニコ生、ツイキャス、フワッチの人たちがみんなこぞって行った場所でもある。ね。こういうオカルト好きな人は大体どこの場所かわかりますよね。そのある神社にその、まあ、ちょっとね、あの、これを詳しく、ここは詳しく言いません。えー、なんかよくわからない、えー、証拠がありました。鳥さんはそこに、あの、配信で行っちゃったんですよね。で、それ怖くなって、 その配信のアーカイブ、タイムシステを消したんですよ。なんで怖くなったかっていうのは、ちょっとご,ほご想像にね、ちょっとお任せします。ここの場所、えー、もし訪れることがあった場合、もしその社を見つけて、その奥、えー、山の上に行くとおはら、お墓があるらしいんですよね。その奥っていうのは結構伐採された、えー、と住宅地の上にあった場所で、さらに奥に森が続いてるんですよ。 もし、そこに行くんであれば、ですよ。写真とかそういうの残さない方がいいと思います。<laughs> ガチめに存在する場所です。<laughs> その、噂の場所、えー、心霊スポットのサイトに載ってたその場所とかと、えっ、ー、と、合致するか100%は言えません。でも、あれ以外に鳥は、知るすべを、ないです。知るすべがないというか、もう知らないです。 多分そこが一番有力の場所なのかな。まあそういう思って、たまたまこういう話が来たのでね、アップしました。もともとは、なんかそういう、ね、いろいろ話がある場所なんじゃないかな、なんていう話は来ったんですよね。来てたんですけれども、明確な理由、この話でも明確なその場所っていう特定はできません。特定はできませんけど、 話通りの場所があるんですよ、一部分に。それを後で動画にしようかな。その動画は別にそのタイトル的には今回のこういう、これこれこういう話だっていう場所は明確にはね、記しませんので。ぜひともね、興味がある方は調べてみると、あれと思う、思うと思いますよ。はい。埼玉県のある場所、えー、まあ、都市伝説的な ある村町みたいなのがあるっていうのがまあ、ね、数年前から掲載されてたんですよね。そのは、その町、その村、その場所、みたいな場所、ほぼほぼ多分、<laughs> 間違いないんじゃないかなと、鳥も思ってる場所に行ったり、砂さんがいました。こんなお話を聞きました。